それだけ素晴らしい飛躍をしているということですね。さあ登場です、アメリカの新星ドミニク・モスヤヌ。サバエで9月30日14歳の誕生日を迎えたばかり、今年の全米チャンピオン、小さなチャンピオンです。お、なんと言ったらいいんでしょう。これはあの首倒立からの1回半今ひねって移動しましたね。よくルーマニアの選手がこれを昔やってたんですけども、彼女のお父さんお母さんはルーマニアからですからね。なるほど。シリーズはもう1回ある、4回続けましたね。小さいからなんとなく安心して見てられますね、はい、平均台は5メートルです。高さが1メートル20センチ、幅はたった10センチ。平均台が広く見えますね、彼女がやると、はい、前中選手はこういう大きな試合初舞台なんですよね。ですから我々も情報がなかなかなくて、高さがありますね、はい、思い切ったいいジャンプです。フィニッシュは後方抱え込み2回宙返り寄り。こちらはベラ・カロリーコーチ、カロリー教室の優等生ということですが、この入り技ですね、あの背倒立で指示をして、これでローリングをして胸倒立、背倒立、1回半移動していくんですね。あの昔ドブレという選手がこの技をやってたんです。はい、ここですね、ドブレ選手といいますとロッテルダム1989年世界選手権の女王ですね、はい、今のシリーズも素晴らしいですね。全米選手権その時は13歳だったわけですが、史上最年少でアメリカのチャンピオンになりました。それも人気のシャノン・ミラを破って優勝したことでアメリカ国内では大変な評判になったそうですね、うん、先ほどご覧いただきましたロシアのプロドノマの床は 9.800 でした。ああ得点出て 9.812 というドミニク・モスヤヌの平均台でした。